インターネットって私まだよくわからないんですが、こうやって自分たちのやったプログラムが実際にスクリーンでこうやってまた見れるっていうのは、その時の感動をね、もう一回こう味わうってことで素晴らしいですね。でまたそれがね、世界に広がっていくっていうところがすごいですよね。でこれは1年のうちも2年のうちもずっと見れるわけですよね。だからこれ第1回だから第2回第3回とずっと、もしも芸術祭をやってみてね、すごいと思ったのはやはりあの天候からスタートして、6時には雨が降っていた、8時までも本当にみんなで悩んで悩んで祈って、6時半にダブルレインボーが出たっていうのが、それがすごいと思った。もうこのやっぱ芸術祭っていうの、その一番の理念っていうのは、まあ私の中では、ああいう照明という素晴らしい自然の中でやることによって、自然との共存の気持ちを少しでも多くの人にこう伝えて、そういうことにあったんで、本当にそこにレインボーが出てくれたっていうのが、そのものズバリっていう感じでね、私はもう本当に感激しました。でまあスタートしていろいろな人たちが来て、そのいろいろな人たちが本当に皆さん、出展者の方も、それから参加してくださった方も喜んでくださった。でアンケートの中に、外国の人からのアンケートの中に、こういうようなイベントを通して日本が変わっていくっていうのがありました。それからまるで極楽浄土にいるような楽しさだったって、それもすごく印象に残りました。だからそういうふうに何か一つのことをみんなの力でやることによってできるんだなっていう実感がね、改めてこう私も分かったし、若い、特に次の世代の若いボランティアの方たちがそれを感じてくれたっていうことがすごく嬉しいです。だからこの体験を出展者も、それから参加してくださった方、いらっしゃった方も、一人一人がこの体験を通してこう輝いて、次のステップに輝いて成長していきたいっていうのが私の望みです。私自身もそうしたいと思っています。だからずっと続けていきたいです。